瀬底土帝君の拝殿、瀬底土帝君の本殿。瀬底土帝君は、沖縄県国神軍本部長瀬底島にある、農耕神を祀った祠1997年12月3日に、国の重要文化財に指定された。土帝君は、中国古来の土地関係の神の一種で、一般には土地神と呼ばれる。瀬底の土帝君像は2体の脇地を伴った尾神一体の、 像であるが、当初の像は、第二次世界大戦中に東南に相紛失した。現在は、1957年に、瀬ソコド帝君の所有者である上負家が購入した、同様の像が祀られている。土帝君は、沖縄各地に祀られているが、その中でも瀬ソコド帝君は、最大規模を保つ礼拝施設である。建設年代は不明だが、本殿及び、拝殿の軸部、 石組みの状態から、上間け二世県県親雲城が木造を生じて、貴重した時期、18世紀中頃の造営と考えられている。本殿や廃殿の屋根は、元は茅葺きであったと推定されるが、その五本瓦原葺きに変わり、壁面は三五石の巨石を用いて建てられている。正面の石垣は1965年頃に一部を積み直し、セメントで補強したは、 大きな改変はなく、全体として保存状態も良いため、土帝君信仰に関する建造物の形態をよく保つ代表的な意向として高く評価されている。沖縄における農人土帝君の信仰については、琉球の聖死、旧飛、第9に大峰近志正弘陵が1689年に心臓を持ち帰り、 治療の旧五六村大峰に祀ったのが始まりと記されている。その後、父の直縁王と母の茶丹平安三村の金満との間に内密の子として生まれた山内親方が新国に渡った際、それに随行した県県親雲城が1723年に農人土帝君の木造を生じて祀ったのが瀬底土帝君の始まりとされている。 土帝君正月での備え物の配置世底における土帝君信仰は農業の神、大量の神、商売繁盛の神として信仰され、その集落ごとの生産遺反として結びつけられている。世底土帝君の祭祀は土帝君正月と呼ばれ、中国の土地神の誕生日と言われている毎年旧暦2月2日に模様されるが、地域によっては、 旧暦8月15日に催す場合もある。祭司は共通の思想を持ち、父兄血縁によって結びついた集団、門中が参加して行われていたが、大正時代からは村人も参加するようになった。ありがとうございます。